はい、どうもこんにちは、どうもです。今回紹介するのはこちらの本です。マグナム ゾホ改訂版でございます。なんとこちらですね、日本語版の版元である制限者さんから今回ご提供いただきました。写真家集団マグナムフォトスですよ。彼らの仕事を編んだ決定版、そうでなくてもモンスター級の一冊ですけれども、ぜひですね手に取って見ていただきたいということで、わざわざ日本からオランダまでお送りいただきました。制限者さん、ありがとうございます。 YouTube で中面ちょろっと紹介するのも OK いただけたんで、今回はこちらを見ていく。これねめちゃくちゃでかいんですよ。重いしでかい、すごくね。これ開ける前にさ、ちょっと僕ね重い本って重さ知りたくなんだよね。はい、こちら体重計を用意しました。まずねちょっと比較したいのよ。比較したいんだけども、比較対象は、はい、私の著書正久深瀬でございますこれでもね十分狂気になりうる一冊なんですけどもね。これが何キロだったか、はい、2キロ弱なんだよね。2キロ弱の本作りました。我ながらねでっかい本作ったわけなんだけども、はい、マグナム、これはねさらに重いよ。これ行ってみよう、はい、4キロ超えてんじゃんこれ。え、こんな重かったっけちょっともう一回やってみようぜはい、いくよ。 4.2 キロだってよとんでもない本だよこれちょっと待ってよと、正久深瀬2冊分じゃんみたいなね。はい、そんな重さの本でございますよ。なんせもうこれタイトル逆だよこれ、はいタイトルマグナムが2回、マグナムなんですよね。そりゃ重いわけですよね。重くならないわけがないってことでねこれプリントのフラットニングとか、これ1冊で重しになっちゃいそうですね。とんでもない本が届きました。映像ではね重さまで伝わらないんで、ちょっとバカバカしいですけども重さを測ってみました。でね、このマグナムってなんやねんとね、アイスのメーカーじゃないですよ。あれはあれで美味しいけどもね、はい、マグナムなんぞや、うちの視聴者ならまあ知ってると思いますけどもね、ここは YouTube なんで、まあなんていうかな、おさらいの意味も含めて簡単に振り返りましょうかね。まあ一般的にマグナムっていうふうに愛称を込めて言われますけども、元の正式名としてはマグナムフォトズということでね、まあ日本では、マグナムフォトということでね、最後の S 省いて呼ぶこと多いですけどもね、僕は日本固有のね英語の言い回しって、海外では伝わらないんで、なるべくオリジナルの通りに呼ぶようにしていますということで、僕はねマグナムフォトズというふうに呼んでいますけども、簡単に言うと彼らっていうのは写真家集団のことです。発端はね1947年ですね、はい、戦後ニューヨークのモマっていう近代美術館ありますね、そこのレストランでランチ会合の席が設けられた、うん、そこに集まったのがロバート・キャパ、そしてアンディ・カルティエ・ブレッソンというですね、はい、もう伝説的な写真家たち、彼らを含めた4人の写真家が手を取り合って、写真家が自ら運営する新しい写真通信社っていうのを設立しよう、そういうことが話し合われた。うん、ちょっといつもの通りね、本入る前にねちょっとやっぱ喋りたいこといろいろあるんですよ。なんでね、まあラジオ形式ってところで聞いていただきたいんですけどもね、なんでじゃあそのマグナムフォトズ作ったのかね、新聞社や雑誌社から仕事を委託される、うん、まあそれがね写真家の仕事の流れですよね。今も変わらないと思います。うん、変わらないんだけども、それまでっていうのはですね、写真家が撮った写真の著作権をなんと依頼人が奪っちゃってたそうですね誰がって、それはもちろん編集者たちってことになりますね。うん、彼らはこっちが依頼してお金を払ったんだから、その写真の権利は全部もらえますよっていう理解だったんだ。今じゃ考えられない話ですね。うん、だからつまり写真家の創造性なんてものは理解されてなかった、そういう認識を変えようぜってんで立ち上がったのがさっきの写真家たちであり、
このマグナムの始まりだったわけですね。だから彼らっていうのはね、とんでもない偉業を成し遂げたんだよね。それこそマグナムが伝説的と言われるゆえんかなということを思います。まあ中身見ていきましょう。でもねこれ紹介すると骨折れるからね。だからこの動画撮る前にねツイートしたのよ。次の動画でね、紹介するのはこちらの本ですっていうことでツイートしたらYouTube で、誰もが知るねジェット大輔さんがねコメントくれて、俺たちのタレント名鑑っていうねリプしてくれたんで、本当そうだよね。俺たちのタレント名鑑がここにあるってなわけで、こちらタレントたちのね目次をお見せしておきますね。これ 4K で撮ってるんで拡大してもらえば見えるんじゃないかと思うんですけどもね。はい、さすがにこの全てを紹介することこの動画では無理です。はい、この本700ページ超えですからね。それからこれね、最近の動画でも写真集ってのは教科書ですっていうことを言いましたけども、この本はマジでね比喩じゃなくてその通りだと思う。教科書ってやっぱね動画で撮ったところでその全部を理解できませんよね。なんで本当に気になった人は実物を手に取って自分の目と頭で直に読んでもらいたい。今回の動画はそのきっかけ作りというふうに思っていただいて、一部の写真家とページっていうのは紹介しますけどもね、気になった人はぜひ手に入れてみてください。ってなわけでね、この前書きとかいろいろ読んでいくとわかるのが、この本っていうのはね実は2007年に刊行された本がオリジナルだった。どうやらマグナムの創設60周年を記念して作られた本、それが2007年に出た。それから15年以上が経ってね、当然時代は変わりましたね。マグナムの会員というのも25人新たに加わったそうですね。それこそね、写真をめぐる本当にたくさんのこと、カメラも含めてね、この15年でとんでもない変化があったじゃないですかね。時代ってとこで見るとロシアによるウクライナ侵攻だとかね、そうした最新も含めたアップデート版としての増補改訂版、それがこれなんですね。単純にねボリュームが半端ないです。マグナムの会員88人いて、その全てが紹介されているんだけれどもね、どうですかこの厚み、こう厚みを測りたいね。はい、定規ちょっとボロボロの定規ですけどもね、はい、厚みちょっと待ってこれすごいよ、6センチだって、6センチ凄まじい厚みですね。はい、この6センチにマグナム88人の作品が紹介されて載っているとね。でもねパッと見ね、こうやって開いて見ていくでしょ、アバスから始まってねアルファベット順に並んでいくんだけれどもね、これね見ていくとまあシンプルな構成と言えなくはない。ひたすらねもう会員のね撮った写真と文章ってのが、続いていくわけですね。まあ言ってみたら木をてらったデザインっていうことも特にないかなってことでね、まあそういう本なのねとね、もうとにかくマグナムの会員の写真と文章、解説っていうのがねもうひたすら載ってる、そういう本なんだなっていうことでさらっと見がちなんだけれども、編集にねちゃんとした視点があるんですよ。それもねめちゃくちゃマグナムっぽい、そういう視点がね、はい見てください。こちら誰もが知る写真家ですね、ロバート・キャパ、ロバート・キャパのページでございますね。キャパのページめくるとまた文章がありましたね。さっきのはキャパのいわゆるなんていうかなプロフィールですね、どんな人でどんなことしてね、どんな功績を残したのかってことが書いてあった。でその次のページまた文章あるんだけどもね、はい、これ見てください、スーザン・メイゼラスの名前が入ってますね。この人ね当然だからマグナム会員の一人ですね。会長もやっていたのか今もやっているのかマグナムって結構会員がみんなね大体会長やってるんで、みんなやってるんだけども、スーザン・メイゼラス有名な写真家ですね。そのまあ言ってみたら写真家である彼女によるこれねキャパへのコメントなんですね。これがねまたいいこと書いてんだよね。いわく戦争を撮った写真、キャパっていうのは戦場カメラマンでもありましたからね、そんな彼が撮ったような、まあ彼が撮ったっていうよりも戦争を撮った写真っていうのは一般的にね女性どういうふうに描かれるか、戦場に旅立つ男たちをね
女ってのは寂しそうに見送ってね、で最終的には遺品だけが戻ってきて嘆き悲しむ、そういったステレオタイプな姿が写真の中では描かれがちだけれども、このキャパが残した写真ってのはちょっと違うんだよということを書いています。例えばこちらの写真ね、まさにそれですね。電車に乗ってね、戦場に男たちがね出向いていく、そういうふうな場面を見送っているんだけども、はい、どうですかこの女性たち、めちゃくちゃ元気ですね。ああ、まあ言ってみたら楽しいというのもちょっと語弊があるかもしれないけどもね、なんかねメソメソしてる感じではないですね。力強い女性っていうのが描かれている。うん、いってらっしゃいってことでね、元気に見送ってんですよ。この感じはね、どこかちょっとジブリで描かれる女性像に近いかもしれないですね。これ見て思い出したら、ラピュタに出てくるさ、あのパズーの親方の奥さんいるじゃないですか。ね、あとはあのドーラとかね、海賊のドーラね、とかそういうさ力強さがねにじみ出ていますね。うん、それからこの写真にも同じことが言える。これ女性の民間兵が写されている。戦場だからといって男だけが活躍したわけではなくて、こういった女性たちも戦場にいたとね。男だからとか女だからということではなくてね、女でも戦った人はいるし、決して弱い存在ではなかったね。そういうことがキャパの写真にはにじみ出ているっていうことをですね、スーザン・メイゼラスは書いていますね。まさにそうですよね。写真っていうのはね、時に世間のねステレオタイプを突き破るね。みんなね、ああだこうだ机上では言うけれどもね、いやこれが本当の姿だよっていうことを写真は突きつけることができるわけですね。ここでスーザンは女性に対する写真家の視線として、キャパの写真からねそういったことを見出している、見事ですね。というわけでこれどういうことかっていうと、この本におけるキャパのページは写真のセレクト、それから文章もね、スーザンが全て担当しているんですよ。他の写真家のページも実は同じ構成。つまりですね、マグナムの会員が他の会員の写真から自分がピンとくるものを選んで、それに対するコメントを残してるんですよ。やばくないこれ。そんな本見たことないよね。それが延々と700ページ続いてるんですよ、こちらの本。パッと見ではシンプルな本だけど、じっくり読み込んでいくと死ぬほどインテンス、濃厚すぎる一冊。そういう本なんです。一つ前の動画でね、荒木さんの対談コメント紹介したじゃないですか。ね、あれにも言えることなんだけども、やっぱりね、写真家の言葉って特別なんです。写真家本人の言葉もそうだけどもね、それ以外にもね、写真家が写真家を語るとき、何十年と撮ってきた人だから気づけることがある。だからさっき挙げたスーザン・メイゼラスのコメントっていうのは、やっぱり女性を撮ってきた写真家ならではの言葉、そういうふうに思うんですよ。このスーザンっていう人はね、そういう写真家なんだ。今よりずっと前にね、女性が今以上にステレオタイプで見られてきた、そういうふうな時代から彼女っていうのは女性の視点で女性を写真に撮ってきたんだよね。彼女の功績っていうのはね、ここ数年で大きく評価されていて、フランスのアルルっていう場所でですね、毎年夏に写真祭があるんですけども、そこでね、スーザン・メイゼラスを含めた3人のね、ここはね女性っていうふうにつける必要があるんですけどもね、女性の写真家がフィーチャーされたんですよね。こういう仕事があったんですよっていうことをね、女性の視点から見た女性の姿っていうのをですね、写真で記録していた人たちがいた、そういうふうなね展示があって、そこで僕はね彼女の仕事っていうのをよく知りました。そういったね写真家ならではの視点、かつこれはねマグナムの会員同士ですから、会員が他の会員の写真を批評する、そういうふうな場としてこの本はね機能してるんですね。でなんでそういうことをしたかっていうとね、マグナムの創設者っていうのね、さっき言いましたね、キャパやブレッソンといった4人の創設者がそれぞれ互いの写真を編集する、そういうふうなプロセスを編み出したそうです。それを忠実に乗っ取ったのがこの本なんですよ。どうですか。すごいよね、もうグッときちゃうよ。今から77年前に決められたこと、
それが今に至るまで引き継がられてこの本が生まれてると。まあせっかくだからね、もう少しちゃんと見ていきましょうね。次紹介するのはこちらです。はい、ジョナス・ベンディクセンという写真家、こちらの写真有名ですね。はい、この写真知ってるよって人多いんじゃないかなと思うんですけどもね。僕にとってはね、これね、あれだよね、金座座不思議惑星金座座っていうのがね、クーって鳴くのがね、あんのよ、ロシアの映画でね。昔の映画であったけども、あれしか思い出さないね、これもね。金座座に出てきた宇宙船みたいなね。え、これどういう写真なのよって感じじゃんね。嘘みたいな写真なんだけども、これ本当に撮ってんだよね。合成とかじゃないんですよ。これが撮影された場所っていうのは、まあやっぱりね、ロシアというか旧ソビエト連邦、衛星ロケットの残骸らしいですね。そこで遊んでる子供たちを撮った写真、これ立ちしゅんべんしてんのかな、子供たちの姿なんですよ。じゃあこの白いの何なのと、ふわふわ飛んでんだけども、これね、蝶らしいですね。本当かなと思うんだけどもね、ストロボ隊ってそういう風に写ったのかなんだか分かんないけどもね、とんでもない写真ですね。ああ、それこそ金座座の世界ですよ。でも現実なのよ。ジョナスはこういう変な写真を撮っている人ね、そのことをね、トーマス・ヘプカーという写真家がこちらに綴ってくれています。これも変な写真だよね、これね。ああ、曰くジョナスとは2004年の春に出会った。それで彼は私たちにこれまで聞いたこともないような国や地域の写真を見せてくれたんだと。トランスドニエスルトランスドニエステル共和国、ビロビジャン、キキクタルジュアクみたいなね。読めないよ。ググらない限り本当にあんのっていうような国、確かに聞いたことないよね。うん、そういったところで撮った写真をね、見せてくれたんだと。ジョナスと一緒にいるのは楽しいです。彼はいつも微笑みを浮かべていて、レースが始まる直前のグレーハンド、犬のようなね、神経質なエネルギーを持っています。ということで、このジョナスっていうのは27歳になった時ね、マグナムの写真家になりたいというふうに宣言、会員候補になることを認められて、2006年に準会員になりました。当時彼はマグナム最年少の写真家。ジョナスはこう言いました。この状況は変わらないといけない、僕より若い人を見つけなければ、ということを言っていた。うん、そういうことが、このね、トーマスの証言によって明らかとなっております。この僕よりも若い人を見つけなきゃっていうのはね、なんかマグナムの DNA ですね。うん、伝説的な写真家はいるんだけども、若い人は当然出てくるのよとね、その新陳代謝というかね、若い人が出てきてなんぼね、その有名な人たちだけじゃないんだよっていうところでね、どんどんアップデートされていくのがマグナムなんですよね。ブルース・ギルデン行こうかね。え、この人は路上撮りですね。この写真とかは日本の浅草で撮った1998年の写真ですね。ちょっと堅気じゃないなっていうようなね、はい、写真ですけどもね。このブルース・ギルデンというと、ニューヨークの街中で人々を撮るね、具体的にはニューヨーク5番街を行き交う人々を強烈なストロボを当てて撮っちゃうね。別にこの人たちと知り合いってわけじゃないのね。赤の他人を道で勝手に撮るってんで、今時はもうね、肖像権の観点からなかなかできないですよねっていうこと、僕も過去の動画で話したことありましたね。人の顔っていうのは今や QR コードなんだとね、撮った写真に、写った写真に人の顔があったらね、もうそれでインターネットでその人が誰なのかを特定できてしまう。それだけに人の顔っていうのが今やね、情報としてとてもプライベートなものであるというところでね、話をしたことありました。うん、でもこのね、ブルース・ギルデンキレッキレですね。うん、僕ね、ここ最近パリフォトでよく見かけるんで、去年と一昨年ね、2年連続でブルースと話をしましたけどもね、もうね、全身カミソリみたいな人なんですよ。もう目がギラッギラしてるし、すごい、もう動物みたいな人。うん、もうね、この人はもう半端じゃない気持ちでやってんだなっていうことがすぐ分かったし、うん、なんかね、白々しいことを言わないんでね、本当に思った言葉をぶつける人なんで、面白い人だなと思ったんだけどもね、うん、その手で話聞いたんだけどもね、
いやお前深瀬の仕事やってんだってっていうこと言われてね、俺はね74年ニューヨークのままでニュージャパニーズフォトグラフィーって展示あったじゃないかと、あれ俺見に行ったんだとね。それでね深瀬の写真見て俺は写真家になるそう決めたんだよ、そういうふうに言ってました。嘘みたいな話だけどね、本人がそう言ってたからねそんなブルースについて、ここではねマーティン・パーが書いてくれています。ブルース・ギルデンは彼の写真そのままの人です。率直で声が大きく、それでいて洗練されていて鋭い。彼は物知りでバカ者役をかぶることはありません。つまるところ彼は私たちの生活を取り巻くデタラメを突き破ることができるのです。もちろんこの率直さこそが彼の写真において私が気に入っているところです。彼の写真はエネルギーに満ち溢れていて熱がこもっています。とても強いデザインの感性があり感覚があり、プリントは驚くほど魅力的です、ということでね。マーティンはブルースが撮ったニューヨークの写真、それに絞り込んでこの写真群を選んだそうですね。まあもう本当ね、ちょっとしたキュレーションですね。大物写真家が大物写真家のキュレーションをしてるとね、編集ではないでね、編集はこの本の編集者がやってるから、あくまでもキュレーションですよね。写真をどれを選ぶかね、なんでそれを選んだのかっていうことがねちゃんと文章で書かれているね。まあ書かれていないページもありましたけどもね、まあ人によってはちゃんとそういうことは書いてくれるっていうね、こんなのなかなかないですね。はい、ちょっと次行きましょう。はい、こちらジム・ゴールドバーグ。ジム・ゴールドバーグもね人気ありますよね。写真に文章も入れちゃったりとかね、いろんな形でねやってる人ですね。この人からね4年前ぐらいかなメールもらって、まあ深瀬さんの件でですね、メールもらってね、その時ちょうどねアメリカの大統領選の時期だったんですよね。これがちゃんと公正な投票行われるようにっていうのはね、なんかいろいろありましたね。Facebook 使ったりして印象操作とかね、だからそういうことじゃなくてちゃんと公正な投票が行われる、かつマイノリティや多様性を尊重するね団体に寄付するためっていうところで、彼がねチャリティープリントの企画をやるってことでね、深瀬もぜひ参加してほしいということを言われたんで、おー全然いいよいいよとね、やりましょうやりましょうって言ったんだけどもね、結局アメリカってねだいぶ難しい国なんだよね。ってところでね、他の国からの参加がどうやら難しいってんで、深瀬さんの参加はねお蔵入りになったんですけども、そんなことがねありましたね。ここでもね、再びスーザン・メイゼラスが登場しております。この人ね文章めちゃくちゃいいんだよね。写真ってね文章のセンスすげえ問われるんだけども、視覚言語じゃないですか写真ってね、これをね巧みにちゃんと言語化できるんだよね。だからねここではね最初の段落で親しい仲だからこそ知っているね、ジムのスタジオっていうのがどんなだったかね、ジムのスタジオの長い壁面は写真で埋め尽くされています。スナップショットもあればポラロイドもあり、白黒写真カラー写真、それらの端は重なり合い並びは絶えず変化しています。彼は写真をそうやって見られるようにして写真の間の相互作用っていうのを引き出すためにそこに貼っているのですとね、ピンで留めておくことで彼は写真を組み合わせたり組み替えたりして写真が意味を生み出し物語を物語るようにしていますっていうことでね書いたんだよね。それはそういうふうなスタジオ行ったことある人しか書けないことだからね。それからねジムの視点について書かれてるんですね。社会ではなかなか可視化されないような人々に彼というのはフォーカスを当ててね、意図的な選択によって世間のステレオタイプを押しのけるんだと。そうすることで伝統的なドキュメンタリーこの限界も超えてしまうということでね、初期作と代表作がここで紹介されていて、かつですねジムがそういった作品とは別でプライベートなテーマにも臨んできたこと触れられています。このねスーザンはね自分の母親の最後ね、その時カメラは持っていたけども撮ることはできなかった。でもジムは自分のお父さん、こちら自分のお父さんですね、自分のお父さんが死に瀕した時カメラを向けたんだと、ということでその勇敢さというのをですね称える形でそのお父さんを撮ったシリーズ群が選ばれてるんですね。これね何だろうと思ったら、お父さんの最後のひげ剃り
ていうタイトルなんで、黒い髪にね、そのひげ剃りから出てきたそのひげとかね、いろんなねカスっていうのをね、置いて撮ったってことでしょうね。うん、これね、僕どことなく深瀬正久父の記憶をね思い出すんだよね。すいません、なんか毎回深瀬さんの話になっちゃうんだけど、結局深瀬の研究者なんで、どうしたってねその引き出しになっちゃうんだけどもね。ああ、深瀬さんはね1971年にね自分の家族を撮り始めた。うん、それもね北海道は美深町ってところで暮らす写真館の家族だったんですね。当時彼は東京にいましたからね、わざわざ北海道に行くということをし始めた。うん、なんでかね60年代はね帰らなかったんだよね。大学卒業した後にもね、うん、そのまま居ついてしまって、もともとは写真館のね長男ですから継ぐはずだったんだけども、だ写真師ではなくて写真家になるためにね東京に残って、そのまま東京に居続けた。うん、なんだけども71年、ふと故郷に帰るんですね。うん、それで何をしたかっていうとね、家族を撮り始めたの。深瀬家の家族を撮り始めたね。で言ってみたら家業を継げなかったからね、その負い目もあったんでしょうね。うん、あ、だからね家族アルバムを撮るっていう名目で深瀬家にね帰っていくね理由を見つけたわけですね。うん、なんだけどもね、1985年深瀬さんのお父さん助蔵さんがすっかり年老いてしまって、もう長くないなと思ったね深瀬さんは、その最後をきっちり写真に残したんだよね。それが見れるのがこの父の記憶なんですよね。それこそ家族アルバムですね。1934年生まれの深瀬さんね、もう小さい頃はねこうやって写真を写されていたとね、モデルとして写真に関わり始めた。そういった中からね、まあ写真と切っても切れない関係というのがね、この自分のねアルバムから現れてくるんだけども、はい、こうやってね家業のね写真館ですよね。これアンソニーというね大きなカメラですね。はい、写真機ですね、カメラではなくて昔は写真機と言ったんだということを深瀬さん書いてましたけども、はい、深瀬写真館、ここをですねお父さんの助蔵さんは何十年と切り盛りしてきたね。その助蔵さんを中心に家族というのをですね、弟妹のね家族もできていて大所帯になっていたんだけどもね、それを71年から撮り始めたね。こういう感じで撮っていくんだけどもね、80年になるとお父さんが、年老いてしまってね、ほらもう自分では歩けない、そういう風になっていってしまうんですね。うん、で85年、最終的にはお父さん亡くなってしまって、そのね葬式っていうのも全部克明に写真に撮ってんだよね。これはね僕も影響を受けましたね。うん、すごいのよ。もう最終的にはねもうね、はい、お焼骨して出てきたね、こういった場面も写真に撮ってるんですね。最後はこれですよ、お父さん助蔵さんの頭蓋骨を撮ってんだよね。これはもうおったまげたね、最初見た時。この父の記憶はねまだ真相版作れてないんですけどもね、いずれ形にしたいですね。はい、準備は進めてます。でね、このジムさんの写真の3枚目、こちらのね、はい、こちらの写真、午前7時41分というタイトルの写真です。ジムのお父さんらしきね老人の男性がね、はい、もう目を閉じて口をもうね口を開けてるというよりももう力が抜けてるような姿、うん、その姿はぼんやりしてるんだけども、その手前に腕が映っていて、はい、腕時計7時41分ね、12月25日というふうに書かれていますね、表示されています。この写真は1993年に撮られたんだけども、やっぱり調べてみるとジムのお父さんはその年に亡くなってますから、やはりこの男性はジムのお父さんということでしょうね。うん、その最後を写真に記録した。これがねやっぱどうにも深瀬さんの父の記憶を連想させるんですよね。でね、さっきも言ったようにジムとメールをねやり取りしたことがあったんだけどもね、まあ深瀬さんちょっと残念だけども、やっぱ他の国からの参加は難しいんだっていうことをジムから説明してもらって、そのメールのね最後の方にカッコつきでね He's my personal hero ってことはね書いてくれてました。ジムにとって深瀬さんがヒーローだった。うん、やっぱり父の記憶なんか関係してるように感じられますね。ちょっと話いつも深瀬さんになっちゃうんだけどもね、ブルース・ギルデンのとこで話したように1974年に
MoMA でニュージャパニーズフォトグラフィーっていう展示があって、そこにね日本人の写真家十数名の作品が紹介された。その中で深津さんも入っていて、ね、その後やっぱねそれがきっかけとなってね、79年にはICP というですね、インターナショナルセンターオブフォトグラフィーかな、うん、あんのよ、ニューヨークに、うん、そこでカラスが紹介されたのよ。やっぱそのね波及がおそらくどうも実は写真家たちの深いところにね、アメリカの写真家たちの深いところに響いていて、さっきも挙げたブルース・ギルデンもそうだし、おそらくジム・ゴールドバーグも深津さんの写真がね響いたんでしょうね。うん、他にもね後でちょっと紹介するアレックソスも深津さんのカラスという写真集に影響を受けた、そういうことを語ってますね。そんな風にさ、なんでか不思議なことにね、深津さんっていうのはマグナムの写真家たちと通ずるところがある、そんなことをね今回の一冊で考えさせられました。というわけで最後、アレックソスです。アレックについてはオリビア・アーサーが書いてくれています。私がマグナムに初めて参加した時、アレックは会員になったばかりでした。当時の私にとってかなり神経を使う人たちばかりの中で温かく謙虚に接してくれたことを覚えています。その心の広さと優しさは彼の写真にも現れていると思います。ファインダー越しに見つけたどんな状況に対しても敬意と思いやりを忘れない人です。アレックの作品を思う時、私は旅や冒険について考えている自分に気づきます。エキゾチックな探検というよりは、ただ何かを見たり考えたり気づきを得たりしながらその辺をブラブラするような、そんな旅がしたくなるのです。実際に出かけて体験するのも旅ですが、そればかりではありません。心の旅や何か一つのことを中心に巡る旅だってあります。アレックはある一つの考えや感情、場所に着目し、そこからできる限りのものを汲み取りながら自分の道を紡いでいきます。そうして集まった全てのものを彼独自のやり方で一つにまとめ上げるのです。私にとってはこの融合こそが彼の作品を特徴づけるものであり、この本のために選ぶ6枚の写真のみでそれを表現するのは容易なことではありませんでしたっていう風に書いてたけどね、うん、そんな中でね、このオリビアが選んだ1枚として象徴的なもの、それがねこの雪だるまの写真だった。これ部屋ですかね、何ですかね、もうスケールがわからないね、うん、なんか部屋だとしたらものすごい 2,3 メートルある雪だるまになるし、あるいはなんか ちょっとしたね小さな箱の中だとしたら小さなスケールかもしれない、うん、写真ならではですね、スケールがわからない雪だるまなんだけどもね、うん、それについてはねここで書いてあります。アレックはある時期個人的な探求をテーマとした作品を撮っていた。そのほとんどを公開してきませんでしたが、私がここで紹介する雪だるまの写真はその当時に撮影されたものです。彼がこの作品について話してくれた時、しばらく水面下に潜ったまま顔を出せないようでいる、そういった気分だったというふうに彼が言っていた、そういうことを思い出しました。この写真は他の作品と比べれば有名ではありませんが、彼の作品すべての根底にある一つのプロセスとして私には重要な作品に思います。彼は近い将来始まるであろう次の旅への活力、これを再び得るため自らを常にアップデートしながら邁進を続けていますということを書いてくれています。うん、まさにね知る人でなければ書けない文章ですね、うん、なんだけどもさらにね、そのやっぱちょっとした何気ない会話の中でね、あなんか雪だるま撮った写真あんだよねというふうなことをね話したんでしょうね。それをねこのセレクトに反映してくれたわけですね。あなんかこの話聞いててね、その感覚ってどこかね雑誌にも近いかも。僕はねバイスっていう風な雑誌の編集をやってたんで、やっぱね雑誌やってると写真って身近なんですよね身近だしリアリティのあるものだし、うん、一枚でもね面白いものがあるってところで、やっぱ知り合いの写真家とかにね頼む時あるじゃないですか、うん、でやっぱ写真家ってのはね、雑誌っていうのは意外とね普段使いどころのなかった写真っていうのを成仏させる僕らにとっての SNS と似ていますね。そういう風な場だったんですよね、シリーズにもなんない、ね、なんだけどもね1枚で、成立するにもちょっと違うんだけども、でもなんか気になってねお気に入りなんだみたいなね、そういう風な写真を載せるのが雑誌だったんですよね、うん、まあ撮り下ろしは別ですよ。そうじゃなくて企画ものでね
雑誌側がお題を出してしっくりくるような写真を出してもらう。そういう時にね、この写真それにはぴったりだなっていうことでね、出すみたいなね、出してもらうっていうことでね、懐かしいね。やっぱ雑誌には雑誌の良さがありましたね。奇遇にもね、このアレックとも僕はやり取りをさせてもらったことがあって、やっぱりそれは深瀬さんのことに関することでしたね。雑誌の今ってのがあるんだけどもね、そこでアレックソス特集号ってのがあったんですよ。でその時ね、今の編集者さんから、彼はね、深瀬さんのこと大好きだから、ぜひですね、トモさんと往復書簡っていうのをやってほしいっていうことでね、依頼をいただいたんですよ。それで彼とメールを何度かやり取りさせてもらってね、本当にね、よく覚えてるけども、ものすごい謙虚な人なのね。もうだってめちゃくちゃ世界的な写真家ですよ。もう時間なんていくらあっても足りないような人なのに、わざわざメールでね、丁寧にやり取りしてくれましたね。やっぱ写真家ですからね、そんなマメな人も珍しいですよ。やっぱもっと感覚的な人が多いからね。それでちょうどね、もう年の暮れが近づいてたんで、僕はそろそろパリフォト行くけど、あなたも来るのっていうことをアレックに聞いたら、いやーパリフォトはちょっと行かないかなみたいな。やっぱギラギラしてるんですよ、パリフォトって。やっぱり作品が売れるか売れないかみたいな場なんで、なんか一度行った時になんかもう圧倒されてしまったというかね、で圧倒されたっていうのは、なんつうの、そうじゃないなっていう場ってことでしょうね、おそらく。やっぱ純粋に写真を教えたりとか引き継いでいくってことをすごく大事にしてる人なんで、多分パリフォトとは合わなかったでしょうね、肌がね。そういう人なんですよ。はい、ということでね、どうでしたでしょうか。そうそう、こういうのが読みたかったんだよっていうのはね、僕はもうつくづく思いましたね。マグナムの会員だから、会員同士だから知ってること、それがね、ね、一つ一つ1ページの中に簡潔に書かれているね。なんかこれを読んでるだけで自分もマグナムの会員になれたような気分になりますね。なんつうの、秘密結社の一人になれたようなね、そういう風な気分に浸れますよ。だからこれ一冊を読み切った時、間違いなくマグナムの精神に触れられます。そう言っても過言ではない。写真集ってのは教科書なんだね。まだ知らない写真の文法を教えてくれるんだよっていうことを話しましたけども、これはもう教科書すら超えたマグナムの経典ですね。いやもうこれ写真の経典と言ってもいいかもしれないね。これだけの地にね、写真をめぐる地に触れられる本っていうのもね、珍しいですよ。なんたって世界最高峰の写真家集団77年の知識が詰まってんですよ、これ。しかもこれがね、日本語で読めますから、日本語で堪能できる。これは日本語でね、ぜひ手に入れてほしい一冊ですね。それからね、やっぱりマグナムの凄さっていうのを再認識しましたね。何がすごいってさ、やっぱり人間がすごいんだ。アートの世界ってね、やっぱり作家がどうかとかね、人間がどうかっていうのはね、結構どうでもいいというかね、作品は作品で見る。ね。その誰が作ったかは関係ないんだよっていうふうな視点がね、ある種ありますね。なんだけども、やっぱこのマグナムっていうのはね、いやいや、ちょっと待てよと。ちょっと待てよと言ってるか分かんないけども、いや、人間だよと。人の心だよっていうことをね、やっぱ一番大事にしてんだね。撮ってる人も人間だし、撮られる人も人間、そのことを絶対に忘れないのよ。その上で互いに敬意を表するっていうことですね。それはマグナムの会員同士にも言えることだし、みんなものすごい謙虚なんですよ。文章を読んでてそれが伝わってくる。今時の日本人以上にそうとも言えるかもしれない。アートの世界が時に忘れがちな当たり前のそうしたことが、やっぱり77年間貫かれてきたからこそのマグナム、その人気なのかなーっていうことも思いました。どれだけ写真がね、アートに組み込まれようと、忘れたくない初心みたいなものがこの本には込められている。むしろね、その象徴としても受け止められる、とっても温かい写真の経典だなーと思いました。ということでね、うまく締められたかなと思ったんだけどもね、やっぱここまで見てきて、やっぱね、紹介せずにいられないのがこちらです。The Family of Man。僕がオランダに来て最初に買った写真集。これぞ写真の経典。1955年ニューヨークのモマで開催された記念碑的な写真展ですね。そのタイトルにもあるように、見てください、これ全部人の顔。はい、人類皆家族というテーマのもと、第二次世界大戦の後
10年間にわたって撮られた、世界中で撮られた写真を集めた、そういった展示があったんですよ。1955年ですからね、インターネットありません。今じゃ想像もつかないようなね、時間と労力をかけて人類の経験の普遍的な側面を称賛する、そういう風な展示を作った、担当した学芸員は当時のモマの写真部長エドワード・スタイケンね、写真家としても名を馳せた人でしたね。この展示というのは8年間かけて世界中を巡回、900万人以上の来場者を集めたそうです。人間の誕生から死までの全範囲を捉えることを目的にね、世界中の写真家たちから写真を集めたね。これは言葉で語る以上に確かな、そのままの人間の姿、今でも多くの人々によって語り継がれている偉業ですね。これと近い視点、このマグナムマグナムからも感じ取れました。写真がアートとしても理解され始めてね、かつその写真の解釈が拡張されてどんどん曖昧になっていく今の時代、ああこれが写真だよねと、俺たちが好きになった写真だよね、そんな初期衝動を思い出させてくれます。そういう意味でもね、これは写真の経典として引き継がれる、そういう本だと思いました。まあやっぱりね、お値段それなりです。税込み22,000円。でもこれね、読み込もうと思ったら何度でも行きますよ。写真はスルメだっていうのは深瀬さんの言葉ですけども、この本まさにスルメな一冊ね。若い人が買ったら30年40年は楽しめる、若い人ほどこういう本は手に入れたら絶対に手放しちゃダメですよ。今見てもよくわからないこと、時間が経つとわかるのが写真ですからね。20代40代60代自分自身の経験も相まって、写真の捉え方、その理解っていうのはきっと深まっていくはずです。だからね、これは生涯連れ添いたい一冊、そういうふうにも言えると思いますね。どんな人にとってもヒントがあると思います。これはね、英語版も出てるんですけどもね、やっぱり文章を読んでなんぼなところありますということで、制限者さんから刊行のこちらね、日本語版をおすすめします。それこそこのオリジナル版が出た2007年にも制限者さんからね、その日本語版出てます。でもね、今 Amazon で見るとね、絶版っていうことでね、プレミアついてました。だからね、写真集ではもうお決まりの言葉なんだけども、写真集は定価で買えるうちに買っとけ、絶版になるとどんどん高くなっていっちゃうんでね。というわけでね、普段は買わなくていいですよと言ってる僕ですけどもね、宣伝だから買えって言ってるわけじゃないのよ。これこそ写真の教科書ですからね。尊敬してやまない写真家たちが僕たちに向けて作ってくれた教科書なんですよ。こういう本はぜひ手に入れてもらいたい、心からそういうふうに思ったんで、今日はね、そういうふうな紹介でした。ということで、今回マグナムマグナム紹介させていただきました。動画の方面白かったらグッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。